こんにちは。ロデックとラース、二人の王子と共にゴーストの谷の奥へ。杖の番人との戦いでラースの魔力が覚醒する。グダリオンと時間力を手にして防具帝国に帰ろう。というわけで現代の防具帝国に帰ってきました。ラースから信じる心もらったので、この、まあ、未来というか現代というか、そこのラースに心を渡しましょう。見た。なんかあんな格好してるとなんだかな。ひょろひょろだな、おい。すごいな、なんか顔も自信なさげな顔してますけど。来るな、出て行けって言っただろ。相変わらず心をなくしとるな。それにしても昔のラースとは大違いや、ほんと。早いとこ信じる心を渡してやらんとあかんな。ラースのオトン。なんか違う感じしちゃう。前の皇帝もそれを願ってるはずやで。何を言っている。父は15年前に死んだんだ。そうか、あれが15年前か。あれから15年も一人やったんやな。そうだよな。皇帝陛下、贈り物があるんです。15年前のあなたから受け取ってもらえますか。え、な、何を。よし。ああ、ちょっと待って受け取ってくれ、受け取ってください。信じる心。この光は？ん？なんだ？この染み渡るような心地よさは。私はどうしたんだ？今までとはまるで違う感覚が。皇帝陛下、あなたはジャボに信じるという心を奪われていたの。私が。待ってください。今の私は人を信じられる。いや、信じたいと思う気持ちで溢れています。ということは、これは、あなたたちがこの私を救ってくれたということなのですか？はい、皇帝陛下、お約束通りに。あなたに危機が及んだ時、世界の果てからでも駆けつけると。この一言だけでちょっと泣きそうなんですけど。世界の果てからでも。全然似てないな、しかし。そういうことでしたか。来てくれたんだね。ありがとう。もったいないお言葉です、皇帝陛下。皇帝陛下、僕たちに力を貸してください。ジャボを倒したいんです。なんだって？あなたたちがジャボを？それは無謀すぎる話です。私でさえ心を奪われ、いや、今の私には頼もしい助っ人が戻ってきてくれている。わかりました、協力しましょう。闇の魔導士ジャボを倒すために。ありがとうございます、皇帝陛下。それでこそ皇帝だ、ラース。いい兄弟だなあ。もうさてさて、この事態いかがいたしますかな。救世主の少年、よもやグラディオンまで手に入れようとは。けれども、彼らが過去から帰ってくるなんてできるはずがないわよね。うん、時間旅行が使えるのは一生に一度きりなのだからな。何者かが手を貸したということか。しかもかなり腕の立つものである。評議会に匹敵するほどのか。おそらくそれは遥か高みに位置するもの。イニシエにおいて我らの魔導の杖を生み出した王。そう、
私も。それは誠に恐ろしき事態ですぞ。そのようなお方が。案ずるな。いざとなれば私が出るまでのこと。女王陛下が。その通り。あのお方は私を倒せぬ。なぜならば。敵サイドも気になってきましたね。すごい。ジャボーだけじゃなくてっていうところで、いいですか皆さん。ジャボーを倒すためには打ち破らねばならない壁があります。その壁とは魔法障壁ダークミスト。ダークミスト？自分にかけられた魔法を全て霧によって打ち消してしまうものです。ソロン様、アリシア様、ジャボに挑んだ賢者たちはそのダークミストによって敗北しました。そして私も心の隙をつかれて抜け殻人にされてしまった。でも今のラース、あ、皇帝陛下ならいいんですよ。マルさん、私たちはかつて共に旅した仲間ですから、皆さんもぜひラースと。めっちゃいい人だな。はい皇帝陛下。あ、いけない。慣れていってくださいね。できれば再び皆さんと旅をしてジャボを倒す力になりたいのですが、私には守るべき帝国があります。そしてこれまでの私の過ち償わなければなりません。ですがこの杖ならばあなた方の力となってくれる。魔導王の杖グラディオンは悪しき魔法を退けると言います。この杖ならばジャボのダークミストさえ打ち破れるはず。しかし一つ問題があるのです。このグラディオンは完全ではない。なんやて、完全やない。本来ならばこの杖はもっと強大な力を宿していました。しかしグラディオンを作った古代の王はその魔力を3つの魔石に分けたのです。魔石がここで来るんか。3箇所行くってやつ。そしてその魔石は杖とは別の場所に封印してしまった。めんどくさ。いや、まあ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 、安全ですかね、その方がね。じゃあ僕たち3つの魔石を探せばいいんですよね。はい。ですが皆さんにお詫びをしなくてはなりません。なんだ、どうかしたんですか。その魔石が封印されている場所、それを示した地図を盗まれてしまったのです。なんだなんだなんだ、地図を。私が心を奪われた後、この宮殿に収められていた古文書の管理が甘くなっていたようです。しょうがないな。それはそのため盗賊が地図を盗んでいっても私は気にも留めず平然としていた。俺も抜け殻人だったからその時の無気力な気分はよく。そうだ、お前兄弟揃ってそうだったな。そういやジャイロは面白かったけど。しかし奇妙な話やな。盗賊が魔石を手に入れて何するつもりや。わかりません。ですがその盗賊が誰かは明らかです。それは空賊王と呼ばれる男、ヘブルチ。空賊王だって。ヘブルチだって。厄介なのが相手と来たもんだ。なんや、おっさん詳しいな。もしかして居場所なんかもご存知とちゃう。いやいや、なんつっても空賊の王だ。空飛ぶ飛行艇でアジトを転々としてるらしいぜ。へえ、空飛ぶ系来たんじゃないこれ。しかしご存知でしたか。魔石を探すにはそのヘブルチに会うことが一番の近道ではないかと。ヘブルチとは対立することになるはず。オリバー、あなたに新たな力を与えましょう。ありがとうランス。オーラバリア、アイテムマージ、マインドメトリー。なんだなんだ、まだすごいいっぱい。
そしてヘブレッジを探すならば、さまざまな土地を旅することになるでしょうね。この魔法も必要となるはずです。テレポート嬉しいナースさん、これは一度訪れたことのある場所であれば瞬時に飛ぶことのできる魔法です。共に戦えない私からのせめてものね。うわーすごい、これがあればナースにもいつでも会えるね。そうですね、この場所で今までに行った場所に戻ると新たな発見もあるかもしれませんよ。例えば私の師でもあるノコロ様は最近になってパンドラリーグという催しを始めたのだとか。パンドラリーグもうあれなのか。どうしようこれ。後でいいか。一瞬見に行ってもいいけどね。ノコロ様、精霊の神殿だよね。懐かしいな。でもまずは空賊王ヘブルチに会わなきゃね。さあ新しい冒険の始まりだよ。うん、行こう。わー、いっぱいもらっちゃったよ。テレポート。一度訪れた場所に瞬間移動する魔法。訪れたことのない場所へはいけない。そうだよな。こう、そりゃそうだよな。あとなんだろう。覚えたやつは。これはもう使えないんだもんな。マインドメトリー。長年愛用したものに残る持ち主の心の断片を読み取る魔法。おお、すーごい。違う物語がこれで作れそうな感じするけど。オーラバリア。魔法の攻撃から身を守る魔法。魔法ダメージを軽減することができる。これ嬉しいなぁ。やっぱ食らっちゃうときすごい食らっちゃいますからね、ジャイロとか。そんなもんですかね。あ、なんかワープできる。ナースありがとう。魔石の場所を記した地図は空賊をヘブルチに奪われてしまいました。いやー、ありがとうございます。よし、じゃあひとまずどうしよう。ヘブルチ系やる前にまたクエスト増えてるだろうから、テレポート覚えたんで、やっぱいろんな場所巡っていきましょう。なんか花のランタンが汚れるな。空気汚れとるんかそういうのか、そういうのわかるんかこれ、あ、宮殿前まで行こう。便利になった、だいぶ移動が。おー、あ、戻ってるなんだ、頭だけ取った感じするけど、いいのかな、この見た目で合ってんのかな。ちょっと気になる。ちょっとワープしなきゃよかった。ここのさ、見回りとかもさ、戻ってるんかな。ちょっと開かないでー。あ、戻ってる戻ってる。頭だけ。陛下のことは私たちが命がけでお守りいたします。ねえ、なんか鎧もちょっと変えないじゃないですかあれかな、急にやっぱ変えられないか。あんだけだって、みんなの分のさ、あの豚鎧を、揃えちゃったんだもんね。しょうがないか。とりあえずみんな豚はもう嫌なんだな、きっと。こっちこいの、いる?あ、いた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 。お話は聞いておりました。どうかご分を。なんか変な感じする。しかもさ、なんかみんな同じ顔してる。もうしょうがないんだろうけど。よし、ちょっと街出てみよう。お、やっぱり戻ってるし、みんな。君、ボーグルの鎧好きかい？これは好きだったぜ。着用令は消えたけど、まだ仕事着にしてるよ。あの豚を？鎧がなくなって持病の腰痛が軽くなったんだ。ありがたいね。まさかこんなおじいさんだと思わなかったな。じいさんの鎧せっかく直したんだが、もう必要ないんだと。だから俺が着ることにしたよ。あ、なんかさ、ガタイいい人多いよな。豚体型な人っていうか
重い気がする。あーなんかやっぱ、あ、しかもまたワープがある、ありがたいね。陛下のご厚意により瞬間移動の魔法陣が設置されました。すごっ。この青い魔法陣の中に入れば町の入り口まで一瞬で行くことができますよ。すごいな。おい、同じ大陸に住んでいるのにレカと防具で交流がないのはもったいないね。レカ大陸を2つに分かつのがゴーストの谷だよ。この谷は歩くのにはとても険しい道なんだ。だからめったに人が通らないんだよ。そうだ、ゴーストの鍵ももらってるからな。いやーなんかちょっと待ってなんか一個さ、もう分かるクエストがあるクエストは次回やって、今回ちょっとぐるっと回ろうかな。うちの人鎧なんか着ない方がずーっとかっこいいのよとうとう嫁さんに鎧を脱がされちゃったよ。大して変わらないけどね。まあ大して変わんないな。うん、この町に来てよかった。すっかり防具流のものづくりを習得したよ。ボロネールに帰るのはもう少し延期しようかな。あー、次のパレードでは皇帝陛下がお顔見せてくれるそうよ。盛り上がりそう。古い世代が新しい世代に技術を伝える。うん、いやーいいな。ちょっと全部回りたいが、どうすよ。水着着ちゃおうかなここではやめてくれ。今のランプの話か。いや結構やっぱおばあさんおじいさんも、おばあさんがたいいな。なんか鎧ほんと着てたんだな。軍人さんも兜かぶらないのかな。ねえねえ、僕にくれると思う？部費レンチと部費スパナ、気があったんでいっぱい連れてきました。私の弟子にしようと思いますなすごい。久しぶりに体が軽いわ。いつもより長めに散歩した。よかった。ワンコ結局さ、あれ鎧着せられなくてよかったね危ないとこだったよな。さあ条例もやばかった。もうすぐだく我が防具帝国は法律を増やさないそうです。僕も助かりました。法律覚えるの大変でしたから。いやー、だいぶあれ穏やかな街になりましたね。うん、鎧がなくなって身軽になったから建物が動いても素早く避けてやるさどんだけ重かったんだよ。黒トリュフを家で育てる方法を研究中だ。うまくいったらたらふく食べるんだお前あんま変わんないな。ほんと鎧脱いだだけだったな。中身変わらねえな。この国の書類は文字がどんどん細かくなっていたからね。わしはいつも虫眼鏡で読んどったよ。この間役所に行ったら新しい店を出すのに必要な申請書類がたったの5枚になってたよ。それは多いけどもっとすごかったんだろうな。あ、これつば九郎ちょっとやってみるか。一瞬クエストを見てみる。多分すごい増えてる気がする。次回またあれかも、クエスト回になってしまうかもしれない。船で旅をして竜巻に巻き込まれたり大きなクラゲとか戦車とかと戦うんだ。あれ、なんで笑ってるのなんか聞いたことあるぞ。うわですよね、ですよね。また1時間コースだな、これ全部やんの。次回まとめてまたやりましょう。クエスト、あー出てますね。マグマの奥様とかめちゃくちゃ気になるな。受けとか一応全部ちょっと受けといて。
次回ですね。もう空賊アジト前、アジト南とかなっちゃってる。これは進まなきゃダメか。はい、次回やります。今日どうしようかな。これもあれだ、心が、あ、おっとっと、どうなってんだっけこれ。あ、こっちか。心を集めるのもまた取ってこんのかな。おばあちゃん背中かゆいよ。なんだなんだ、我慢しよう。おばあちゃんだって足の裏がかゆくてたまらんのじゃ。何これ、これこれはクエストじゃないのか。ああれ、この二人なんかクエストのマーク出てない、珍しくない。いろいろまた進めればあれなのかな。他の町ですぐ会うのか次多分。腹ごしらえと。防具の天井は雨を防ぐだけじゃないらしいよ。私も人に聞いただけで何から守られるのかは知らないんだけど。ほう、そっか、上も覆われてるんだよな。すごいところだよ。あ、なんかクエストやっちゃったっぽい。怪しいやつだな。そうか、お前スパイだな。え、違いますよ。スパイが口答えするな。お前も怪しいぞ。そうか、お前もスパイだな。俺かいな。こんな可愛らしいスパイがおるわけないやろ。うるさいうるさいうるさい。他の国から来た者は全員スパイだ。あ、この門番完全に信じる心をなくしとる。へえ。続けといて今度やります。旅の人、鎧の着用命令が解かれてから随分暮らしやすくなったよ。今までがおかしかったもんな。あ、ことまたワープできますよってやつね。いやーすごい、まあ、遠いもんなこの道のり。よし、外出よう。目的地があそこだ。またあの大陸、ボロネールの東じゃない、東か。あそこに行くのか。結構遠いかもしれん。その前にちょっとじゃあぐるりと回っていきましょう。はい、防具帝国の西ですね。さっきなんか東とか言ったけど。コロネールの今ここの雷雨の種拾った、ここ、あ、入れた。また隠しマップ的なところですね。おー、宝があるぜ。お前もこの森のキノコ欲しいか、それとも薬草を取りに来たか。そういう場所、お前、バーに行け、駅。何？食べたことあるか？私食べたことある。自慢自慢。何それ。なんだろう。この森、薬草、キノコ、たくさん生えてる。いろんな人取りに来る。へえ。めっちゃもののけ姫みたい。稲妻スピアだと？今更？今更？欲しかった。あ、持ってた。あれ？なんで2個持ってんだろう。はい。あれ？いつもらったんだっけ？
覚えてない、全然覚えてないよ。もう一個あるはず。あれか、あれはどこからやればいいんだろう。マークが、あ、ここだ。ほい。ほい。お前もほいって言うな。お聖なる光ジュエル。おしよ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 し。オッケー。おお、すごい、初めてのテレポート。というわけで、久々にですね、ゴロネール王国の近くの北の森、このタイミングだったかな。なんか多分防具帝国クリアすると、そのパンドラリーグもそうだけど、いろいろなんかできるようになったはずなので、なんだっけ、長老さん、あれ長老だっけ、なんだっけ、序盤だったからさ、もう忘れちゃってるけど、会いに行ってみよう。なんか冒険が進んだら話を聞かせに来てくれよみたいなことを言ってたじゃないですか。でか、こんにちは長老様。当てた、長老様だ。お主また来てくれたのか、嬉しいの。どうだ旅の調子は、わしに話を聞かせておくれ。おー、防具帝国に行ってきたのか。しかも過去の世界を旅してきたと。お主たちも随分と、まあ遠いところまで行ったものじゃな。過去の防具といえば、わしも昔まだ若気だった頃にネカ大陸を旅したものじゃが。へー、どうやって旅すんだろうね。その頃の防具帝国はまだ国ではなく小さな村の集まりだったの。どんだけ前の話これ。長老様も僕たちみたいに旅をしたことがあるんですか。ああ、もう何百年と昔の話じゃがな。わしとストーン先生の良き思い出じゃよ。ねえ、ストーン先生もいくつなの。それ俺も初耳ですわ。自分で言うのもなんじゃがな、マジックマスターには若かりし頃のわしたちも乗っておる。なんと。どれ、お主たちも読んでみるかの。来た、伝説の物語のページ、イニシエの木。いやー、これもちょっと気になる。強引に渡されてもうたね。お主たちの旅話でつい思い出してしまっての。はい、僕たちもっと旅を続けてまたお話しますね。おー、ほほ、嬉しいの。では旅する若者にせめてもの手助けをしよう。あ、癒しのジュエル、ありがとう。またここに来て旅の話を聞かせておくれ。いやー、ありがとうありがとう。というわけでいただきましたね、ページを。じゃあまたちょっと違うとこも行ってみよう。よっしゃ、精霊の神殿に行きましょう。パンドラリーグは今回ちょっとまだやらずに、パンドラリーグ会みたいなのを作ってやろうかなみたいな風に思ってます。ちょっとチラ見しよう。多分そのリーグ戦、リーグっていうか、おお、すごい、なんかやっぱレベルっていうかそういうのあると思うんで、鍛えてから一気にやってもいいかなと思うんで。ババナウリが来てるわ。私のチームに勝てたら美味しいババナをご馳走するわ。いいな。ゴロネールの少年来てる。僕のイマージン強いんだよ。へー。豚マスクの男ってなってる。ここは立ち入り禁止だ。なんてな。どうだ、本物の防具兵みたいだろ。どこで手に入れたんそれ。闇市か。挨拶はちょっと今度しましょう。なんか可愛いのいるし、あなたたちは天空人に憧れる少女と。この衣装いいでしょ。この衣装を着てるとやる気が倍増するの。
かわいい。なんか服装がちょっと珍しい人いるね。ビッキーニギャル。あら、デートのお誘い？私強い人にしか興味ない。待って、左奥になんかいる。あのスーツ着たちょっとお腹出てる人を知ってる。私、帽子好きな青年。レディーたちの相手をするのもオシャレボーイの仕事だ。いや、それとかで、あなた何してるんですか、ここで。ちょっとほっとこう、あとにしよう。はぐれ森人、森帰りたい。なんなんだよね、ここのなんか気になる猫人だ。猫の力侮っちゃダメにゃで、ここにあれ、お笑い芸人がいますね。団長、あ、団長だ。あんさん弱そうでんな、うちが踏み潰したろか。まあ冗談は見た目だけにしろ。団長ぞや、あれマイクの影に隠れて見えへんみたいな言われてたやつだね。君かわいいね。うわー、これ多分これから出てくる雪人。ここは暑すぎるべ、オラたち不利だべ。とかまあいろいろあれですね、まあ、ここでなんていうか、まあゲームにありがちな闘技場みたいなのができるようになってる感じになりますかね。はい、じゃあまた今度というわけですね。次行こう。さて、じゃあ次が、あそこ行きましょう。ゴーストの谷。入って、お、なんか見える。あと普通に団子になってるんだ。何かが見えますね、あそこに。ついにオープンできたんじゃないでしょうか。これ人来るんかな。こんにちは。すごーい、楽しそう。八のマスター、楽しんでいただけてますかな。最高ランクの景品には素晴らしいものをご用意しておりますので、お楽しみ。というわけでカジノですね。わー、なんて楽しそうな。みんな死人かな、いる人。お主まだ一度も全滅しとらんではないか。いかんの、そんなことでは立派な死人にはなれんぞ。あ、すいません。すいません、ギリギリね、一応生きているんですよね。かわいい、なんか。私たち夫婦がこんなに仲がいいのはゴーストロードで絆を深めたからさ。なんか幸せだな、死んでも。二人でゴールにたどり着いた時の達成感、あの達成感が二人の距離をぐっと近づけてくれるのよ。なんか奥の動いてる。君かわいいね。動いてるだけか。スロットについて解説いたしましょうか。どうしよう、カジノ界また作る、これ。いろんな多分なんかできて、なんかコインだっけ、なんか集めてみたいな感じだと思うんですよね。リーダー、ここは軍隊ゲームの台よ。へえ。ちょっと一個ずつ、またごめんね、ごめんね。ここは何ができるんだろう。ダンディーだなー。プレイなさる際には横におりますリーダーにお申し付けください。待って、後ろになんか怖い人が来た。スロットはアイテムが重要ざます。使うタイミングが大事ざます。ほー、いろいろあるのか。かわいい、これも。スロットはやるのかい。やるなら台選びに気をつけるといい。当たりの出やすい台もあれば全然当たらない台もあるからね。ふふ。ここはゴーストロードの受付表。へー、メダルだ、コインじゃなくて。おじさんどうですか。ひゃっほー、また大当たりだぜ。これはお宝探すより稼げますよ、船長。
もなんかできんのかな。あ、これが受付なんだ。メダルエンド両替と景品交換が行えます。うーん、メダル、あ、なん、メダル5ゴールド、合計5ゴールド。おー、あ、そういうことね、そういうことね。お金あればってやつか。お金がなきゃダメだ。お、こんだけ集めれば、増やせればもらえるんだ。わー、ロイヤルベリー、よく売れた美しいベリー、サイズも味も王様級、キングババナー、真っ赤に売れたババナの王様。食べたものを至福のひとときに誘うらしい。やべ、欲しい。恵みの聖水はまあいいとして、戦士のブローチ、戦いの神に祝福を受けたブローチ、苦戦の中であっても、戦意が高ぶる、戦闘中の移動速度が速くなる。ほう、疾風の剣、へえ、ホーリーバックラー、封印無効化する、しどっか輝く美しい金属の盾。へえ、妖精の霊薬、完全に回復だ。すごい枚数だな、これ1万とか2万5千。あ、チケットもあるじゃん。これ2万5千枚だと、これも進んでから一気にやります。だってさ、メダル、これだって S ランクとかのメダル半端ないもんな。ちょっと試す会みたいな作って、それからやろうかな。がっつり交換は裏でやるけど。へえ、面白い。これなんかマーク出てる。あれ？なんか、また別なのか。スピリトーク系？ 2 連続ブラックジャックよ。人が多すぎる。あ、この人普通の人っぽい。ブラックジャックの台だよ。うわ、いろいろできるな。うわ、みんなこれで喋れる。うーん、私のお気に入りは何といっても軍隊ゲーム。聖者とマジシャンが手札に来た時は、それはもうガッツポーズでございます。おー、へえ、これはスピリトークでいいのかな。さまよう魂になるんだ。死んでもこんなに楽しいカジノがある。どうだい、死ぬのも悪くないだろう。これもか。たくさん稼げたかですって。私たちはただ楽しんでるだけよ。なんて貴族なんだ。このスロットの相場さんがめっちゃ近づいてくるんだよね。どうだい、また大損だ。やっぱり俺はお宝探しの方が船長。やばい、みんなカタカタ言ってて可愛いな。おい、申し訳ありません。こちら特別なお客様のみお通しすることになっております。だってさ、というわけでまたじゃあここは近いうちに来ようかなと思います。はい、では今日はここで終わりにして、あ、ゴーストの谷で鍵をくれた偉いフレンドリーやった骸骨やん。こんな立派になっちゃったの。見た目全然違う。あなた方あの時の、よくぞ覚えててくれました。嬉しいです。よくぞ、いやいや、あなたこそよく覚えててくれました。本当にカジノ作っちゃったんですね。すごいや。ありがとうございます。おかげさまで立派なカジノができました。皆さんも存分に楽しんでいってくださいね。では、当カジノを楽しんでいただくために、少しだけご説明させていただきます。あ、それ待ってたよ。説明待ってた私。当カジノではスロット、ブラックジャック、軍隊ゲーム、ゴーストロードの4つのゲームをご用意させていただいております。4つあるのか。そしてゲームで獲得したメダルはお手持ちのメダルの枚数に応じて
豪華景品と交換することができます。景品にはこのカジノでしか手に入らないプレミアムなアイテムもご用意しておりますので、どうぞお楽しみに。それでは心ゆくまでお楽しみください。わー、ありがとうよし、じゃあ今日ここまでにして、次回はとりあえずクエストをやっていこうかなと思います。カジノやれたらやっちゃってもいいけどね、ちょっと。その会話もその次とかにやるかもしれませんが、はい、ちょっと尺とか見て考えますではここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。